奥深いって書いてますよね。相当な論理論述ってのは必要になってきます。こういったところ1から3に注目して学びをエンタメに。どうもパソラドのセンスプロです。さあ今回は意外と難問、シンプルなんだけれども奥深い整数問題持ってきました。ね、この問題皆さんどうですか？おそらくほとんどの方が最初にこれをやるよね、これ分かると思うんですよ。つまりこれは初手が分かりやすい問題です。じゃあ初手が分かりやすいからこの問題は簡単だって思う人も多いですが、これ見てください。奥深いって書いてますよね。正しく組のコスを求めるためには相当な論理論述ってのは必要になってきます。ただパターンを当てはめるだけではなくて、その上でどうやって思考するのか、この手順をね全てお見せしたいと思います。数学はセンスやひらめきではないですからね、そういったところも含めて一緒に挑戦していきましょう。それではやっていきましょう。レッツゴー。ということでこちらの問題です。さあ皆さんどうですかね。この式を満たす自然数 AB の個数、組の個数を求めよう。 A でも自然数ですけれども、さあ皆様はどうですか。パスラボを見てる方ならもう頭に入っている通り、整数問題っていう漠然としたものをちゃんと細分化してより情報量が多い形にするためには、こういったところ1から3に注目していろんな情報を手に入れることが大事です。今回まずこちら。まあ1番目の因数分解一回してみましょう。皆さんならここまではもうすぐ行くと思います。さあ1番、因数分解したよ。因数分解したですよ。どんな情報が得られるのか、これを考えてみましょう。ただ因数分解するで覚えちゃダメですよ。よくね、素数とか指数って言ったら、特に1,2,3全部使います。すべて使うんですが、皆さん、因数分解したらどういうことがわかります？特にここ、これが指数になってますけれども、これ何を意味するかというと、このように置けますよね。因数分解しました。そこから、はい、これが指数ってことは、3の何とか乗かける3の何とか乗、こういう風に置けるよと。ここでもし置くとどうなるか。さあこうなりました。さあこの次にですよ、何をしてほしいかっていうと2番です。条件から範囲を絞りましょう。そもそも PQ、 これはもちろん、自然数ですよね。ただそれだけではなくて、この 5a+b と 5a-b ってどうなのか。 AB っていうのは自然数ですから 5a+b これは6以上になりますよね。でかつもちろん 5a-b 掛け算したら、まあ、プラスのものになりますから、すべてまあ、プラスってことは分かりますかね。つまり、これは0より大きいんだというところも分かります。はい、そしてここ、こういうことも分かりますよね。一回整理してみると、どういうことかっていうと、はい、まず、こうなりました。t が9より大きいっていうのは、この1番と2番。この式をね、考えてみても分かると思います。そして p+q が 4n っていうのは3番から。そしてもうこの辺書きましたけれども、pq っていうのはただの自然数ではなくて、ちゃんとよく見ると、q っていうのは別に0でもいいですよね。つまり3の0乗イコール1です。つまり一応このように設定しました。pq っていうのは、まあ0以上の整数だ。もっと丁寧に書くと、p っていうのは2以上の整数あるんですが、まあ一旦ここまででもいいでしょう。こうなった時に皆さんならどうですか？まあ1番と2番を使いましたけれども、さあ僕たちのゴールです。この辺から初手からやっていった時に詰まったらゴールから逆算します。さあゴールって何だったかっていうと、自然数 AB の組のコストを求めたいんですよね。ゴールから逆算すると、この発想大事ですよ。スタートからとゴールから逆算。すると何が起こるかっていうと、A イコールと B イコール、この形で表したいわけですよね。よく見てください。1番目と2番目。これ連立方程式のように解くと、1+2をしましょう。これをすることによって、10a イコール、この足し算になります。はい、こうなります。じゃあ同様に B、一応これを求めてみましょう。1-2をしましょう。こうなります。じゃあ今何をやったかっていうと、A と B、こうなりますよと。これを満たすのは PQ っていうのを求めたいわけですよ。ただここで、はて、どういうことなってほしいんですけれども、皆さん何か気づくことないですか？例えば B、これはわかりやすいんですけれども、まあ、B っていうのは自然数ですよね。つまり分数にはならない。よく見てください。これ上っていうのは必ず奇数引く奇数になるから、分子は偶数なんです。ってことは B は PQ が何であれ、整数になりそう。ただよく見てください。A、足し算したもの割る10ってなってますよね。これが自然数、つまり分数にはならないためには何か条件が必要なんじゃないか。さあ、ここでクエスチョン出てくるわけ。ただただこうやってだんだんスタートからやっていく。あるいはゴールから逆算した時に何か少し仮説をね、立てられるはずです。というところで、じゃあこうなりましたけれども、ちょっとですね、特にこの N、まだ使ってないですけれども、これわからないよってなる人も多いと思います。そういった時に何をしてほしいかっていうと、次は、困ったらですよ、実験しましょう。実験って何かっていうと、例えば僕たちは A と B はもうこれって出したいですよね。N、ちょっとこれが、今ややこしくなってるので、これで考えましょう。N イコール1。そうするとどうなるかっていうと、P+Q が4。P がこうなりますよ。こうなりますから、こうなるの分かりますか？ P+Q が4で P が9よりも大きい。ってことは、こうなりますよね。それぞれ、はい、81と1、27と3。じゃあ、どっちも OK なのかっていうと、そうじゃないですよね。PQ が出たとしても、それをここに代入しなきゃいけない。A、代入します。A っていうのは、3の P 乗と3の Q 乗の足し算したものが10で割れるってことが条件です。これ考えてみると、
80人と30人なの分かります？80人と30人ってことは A 80人の場合ここ代入する A が 8.2 になっちゃいますよね。ってことはこれは×なんです。なぜかっていうと10で割り切れないからこっちの場合30になるよ。ってことは、はい、ここから何が言えるか、 A は3ですよね。はい、 B は 27-3÷2 ですから B が12なると N イコール1で考えてみるとこういう風に求められました。何が分かったかっていうと範囲は出ますよね。ただそれをこの10の倍数になるかどうかってところで絞らなきゃいけない。N で考えてみましょう。同様に考えますよ。今回 P と Q の種類ってどれだけあるかっていうと意外と数数えられます。こうなるの分かりますか？ P、Q っていうのは整数ですよ。そしてこの条件から考えると P とか Q って実はこれしかないんですよ。これが何個あるかっていうと 2N 個ありますよ。 2N 個あるんだけどこれよく見てください。 P とか Q っていうのをもっと分かりやすい形が表せないですか？ P って 2N 足すなんとか Q って 2N 引くなんとかになってます。この時に分かりやすく表すためにはこうなるの分かります？これ確かに別にしなくても分かるよっていう人いますけれども、やっぱり自分で実験して形を見た時にこのように置けるかどうかっていうのが一つ鍵になってきます。さあすると何がいいかっていうと、もっとこの A っていうところが絞ることができるんですね。この A、P とか Q だけっていうよりも何か条件が必要なんだったら P と Q をもっと分かりやすい形で置きましょう。その後 A に代入しますよ。ということでこうなりました。上の式っていうのが10の倍数であることを示したい、そういう時には変形しましょう。このように変形できる時もあれば、例えばこうやって変形した人もいると思います。またはいろんな変形の仕方あるんですけど、今回これは関係ないですね。なぜかっていうと、上 A の分子部分が10の倍数であるための条件を知りたいわけなんですけれども、これ相当ヒントが隠れてるのわかります？ 3 のなんとか乗っていうところは、これはもう3の倍数なんですよ。2とか5の倍数ではない。ってことは、A が自然数になるためにはここが10の倍数である必要がありますよね。3の 2K 乗足す1が10の倍数である必要がありますよと。じゃあこれってどうなのか、ここでまたこの辺に戻りますよ。特にこの3番なんですけれども、指数が絡んだこの倍数だったり余りって言われたら何に注目するんでしたっけ？周期性ですよ。周期性ただでもいいし、モッド合同式やってるよって人はもうこうすると思います。周期性ではもちろんいけますよ。 K が1の時っていうのは 10K が2の時っていうのは1の位が2になったりしますよと。ただこれよく考えてみると、モッド10つまり10の倍数で余りが0になるためには、ここ、これが0であればいい。これ何を意味してるかっていうと、 K が奇数であればこれ0になる、 K が偶数であればこれ2になって、10で割った余りが0じゃない。ってことはこういう絞り込みができましたか？この3番に注目した上で、まあ、2番とセットですね。K が奇数の時だったら、ちゃんと A ってのは自然数になりますよ。ただし K が偶数だったらそうじゃない。ここまで示しましょう。で、あとこの辺消します。ってことは、今何がわかるかっていうと、この辺に 2N 個ね、あったんですけれども、まあ、僕たちが条件としてもう満たしてるのは、この辺消えますよね。K っていうのが奇数の時だけだから、この半分。予想としては、組に成り立つのは N 個なんじゃないかな。こういうことが分かりました。答えは N 個です。ではないですよ。一応確かに、もう K が奇数だとこれ自然数になります。で、B ももちろん自然数になります。組の個数として OK なんですが、最後にですよ。K、いろいろありますよ。K が1から 2N-1 までありますが、それぞれで AB が異なるよってことを最後に示さなきゃいけない。文字で書くと、これにおいて、最後にこれ残ってますよ。K がそれぞれ違う時に A の値も異なるよ。これが分かれば、最後。組の個数は N 個と分かりますよね。 K の個数分だけ AB の組が現れる。じゃあこれってどうやって示すのか、これ結構難しかったんですけれども、ここからよりも実はこの式変形を使います。いいですか？はい、まず考えてみてください。 K っていうのがそれぞれ変わったとしても普遍変わらない部分ってここですよね。この式変形の何がいいかっていうと、これはもう定数になるわけ。こっちだけが K の変数になりますよ。これだったらどっちも変数変数になるけれども、こういうことを示したい場合にはあえて K じゃない部分と K の変数に分ける、こういったのも非常に大事になってきますよ。じゃああとは A の値が K によって違うことなんですが、どうですか？ K が例えば1、3、5代入してほしいんですけれども、これって全部 0. 何ぼじゃないですか。0から1の間ですよね。はい、あと何が分かるかっていうと、これはどんどん大きくなる、こうなりますよね。この整数部分っていうのが3の形状になりますよ。ってことは K が135ってなればなるほど、もちろんここの値も変わっていきますよね。はい、これよりということで、こう求める組っていうのは以上より、こうなってフィニッシュです。 N 個Enjoy。 ということでいかがでしたでしょうか。で、これね、一回戻ってみましょう。最初にこの整数問題で三大解法を使うと、大体ですね、3分の1から半分ぐらいのところぐらい点数がきます。ただその後に何に気づいてほしかったかっていうと、まあ、こういったところですね。そして P っていうのをより詳細に書いてあげますよと。した時に次は A が自然数ですよっていう条件からさらに絞り込みが必要。この絞り込みをすることによって K の値っていうのは絞れました。そしてこれだけじゃ終わっちゃダメで、それぞれ N 組 N 個ではなくて K の値によって
A の値も異なるよってことを示したい。その時に大事だったのは定数と変数に分けるってことですね。全部適当に考えますよではなくて、分けてあげるとここしか考えなくていい。そしたら K の値によってこれが全然変わりますから、答えとして N コになると。いろんな武器がありましたよね。これが整数問題の本当の実践です。ただパターンを覚えました。これも大事ですよ。ではなくて、ちゃんと全パターン解説みたいに、パターンを使って実践、手を動かしてみる。これが大事になってます。こういった問題、パスラボではね、これまでもやってきてますので、ぜひね、毎日1問、お好きな数学の問題をこれから解いてみてください。これで以上になります。この動画が良かったと思う方は、高評価、チャンネル登録の方もお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。